ななこんばんは。天外教 TV の村橋です。はい、今日はですね、ちょっといつもと違う話をします。というのが、ね、私たち全国外国人雇用協会の所属するアジアグループですね、こちらの大きなミッションとしてアジアの人材を支援する熱いソウルを持つということで、まあ頑張ってるアジアの人を応援しようということなんですが、アジアの中に日本は入ってますか？入ってますね。ということは日本の方も含めて支援をしていこうということでございます。なので日本の方で就職困ってる方ですね、いれば神田のジョブフェア赤いカードで泣いてということで来ていただいてもいいのかなと思い始めています。もし就職正社員とかね、就職困っている方、一度来てみてください。以上です。